これを見ればシュート確率飛距離ともに爆上がり。それではやっていきましょう。まずはじめはドロップステップ。自分が下に沈み込んでお尻でキャッチするイメージ。床をドンと突き刺すように。次に手のひらをクイッと返してシューティングテーブルを作る。ではではドロップステップとシューティングテーブルを同時にやって1、2で引き上げよう。ダメな例がこれ。キャッチが1、沈んで2、3で上がる。キャッチした状態からボールはもちろんまっすぐ上げて、リリースする方の手首が膝と被るようにしよう。これを意識するとマジでまっすぐ飛ぶ。次はシュートのリリースだ。しっかり指先を下に向けてバックスピンをかけよう。次は着地する1。横に着地したり後ろに行ったりしないように、その場着地を心がけよう。あとは今日のポイントを意識してしっかり打つだけで勝手に入る。